いやー、今日もやってまいりました、吉野家ですね。今日もですね、ソフトバンクは、ね、無料ということで、ソフトバンクのユーザーは、吉野家牛丼1杯無料ということでね、来ましたよ。こちらに向かってください。ドライブスリーを一時停止してるみたいですね、今日は。やっぱりね、ソフトバンクの無料でもらえるからじゃないですかね。頭の大盛りってすごいですね、これ。いいですね、美味しそうで。ね、特盛り、ね、大盛り、並盛りということでね。ああ、今日はもうね、これはもらえるみたいなんですよ。並盛りね、380円が、ソフトバンクユーザーはね、毎週、2月は毎週金曜日ね、無料ということでね。いや、よかったです。いろいろね、メニューもありますんでね、ぜひね、今日金曜日なんで、まだ、今夕方なんで、まだ時間ありますからね、10時まで。夜、昼の朝のね、10時から夜の10時までやってるみたいですよ。無料でもらえるね、ソフトバンクでもらえるんでね。今日は混んでますかね。そんなに混んでないかな。そんな混んでないですね。今日はそんな混んでないですよ。一杯もらえるということでね。あ、すいません、ありがとうございます。はい、これ全部入ってますよね。はい。ああ、ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。どうだったの？いやー、牛丼ゲットしました。牛丼ゲットしましたよ。いやー、結構混んでましたけどね。スタッフの方がですね、結構大勢いましたね。いやー、どうです。結構並んでますね。結構並んでますよ、これだけの人が。よかったです、一つ牛丼ゲットできてね。まあ、どこか大体分かる、まあ、見てる人はね、分かる人は分かると思うんですが、いやー、よかったです。それでね、牛丼一つゲットということでね。よかったらね、朝食ね、私いつも牛皿定食をよく食べるんですけど、これいいですよ、おすすめです。味噌汁とね、生卵ついてますからね、結構いいんですよ。味噌汁と生卵ついてね、500円ですから、並盛り、これはおすすめですね。あとはね、牛鮭定食、これもいいですよ。これもね、鮭とね、あとね、牛丼と味噌汁とね、それとご飯ついて、並盛りで580円ですから、これもね、おすすめです。安いですね、非常にいいです。ではですね、行かれる方はね、ソフトバンクユーザー今日無料なんで、行かれたらいかがでしょうかね。結構ね、並んでましたけどね、なんとか行けました、よかったです。アルバイトも募集されてますね。時給1000円から1250円、あ、いいな、結構な。昼が朝が5時から22時まで1000円で、22時からね、こういうのもありますね、1250円ということで、22時からこういうのがあるね。結構時給いいですね、吉野家さん。なかなか健全ですよね。いや、よかったです。とりあえずね、無料でもらいましたんで、よかったら行かれたらいかがでしょうか、結構並んでますね。次から次へね、来ますから。今日は結構人多いですね。
かなりすごいです。これだけの人がね、牛丼を取りに来てます。最高です。無料ですからね、行かれた方がいいと思いますよ。ね。いやこういう日の中でね、牛丼を取りに行くっていうのはいいですね。では、皆さんも、よかったらね、お得情報、最新情報を発信していきますので、チャンネル登録お願いします。